のつるの間 YouTube。 はい、ありがとうございます。お願いします、はい、アフタートーク、ね、いやさ、はいはい、もう思い出したけどさ、何ですか、なんでさ、はい、のんさんが来てくれたのにさ、うん、かやとのツーショットを撮らなきゃいけないわけ。何もおかしくないでしょそれ。いやもうなんでって思うのがおかしい。俺のさ、俺来てんだから、もうカメラのさ、うん、画質というかさ、うん、持てる全ての力を使ってさ、全、うん、目いっぱいにのんさんの綺麗に撮るっていうのがさ、うん、ことがしたいのにさ、うん、なんで巨大ロン毛男のさ、なんだ巨大ロン毛男っていい感じ、なんでお前そのなんでいるのって言ってんの。いるよそりゃ。だわかるよ、わかるわかる、それはもちろん意味わからんとは言ってない、もちろん意味わからんとは言ってない、もちろんだってかやさんのおかげだし、いやまあそれは、そうよ、それはそう、映画でね、それは共演したから、かやさんのおかげ、 それはかやさんのおかげ、来てくれたの、それもちろんありえない、ね、ありがとう、はい、ほんまにありがとう、分かってんだね、ただ分かってくれ、なんだ気遣ってハゲてほしかった。やかましいは絶対ハゲるか。ただ絶対ハゲるか。ほんまに隣から絶対離れてなるもの。マジで邪魔だった本当に。次も言おうずっと。こんなこと言ってるの絶対ノンさん嫌だと思うけど。こんなことを言ってる中谷を絶対に好きじゃないと思うけど。本当の気持ち言い過ぎだって。俺邪魔だったわ。だってその、うん、あそこって楽屋じゃん。ライトがさ、うん、ちょっとだけ蛍光灯で暗いのよ。あ、だから、うん、感度を、そのカメラの感度をちょっと上げなきゃいけないの設定上。なるほど。より明るく撮れるように、そう、うん、その光を取り込む高画質にするためには、うん、もうできるだけで、ね、うん、その万全な状態で撮りたい、うん、ってなってくるときに、うん、ちょっとかやさんの存在がちょっとやっぱりな、顔を覆っちゃうんだよ、こんなチャンスないよ二度と。チャンスないあるよ絶対。ないよ、失礼だよ本当に、本当に失礼、いや分かってる、ずるいって、本当に失礼、その感じは、俺はその感じはずるいってさ、ほんまにかやのおかげなのにいやまあ俺のおかげっていうかね、まあまあ偶然だけどさ、マジでほんまにかやのおかげなのにこんなこと言うのは失礼、うんうん、だけど、うん、ちょっと悔しかった。悔しいって言わないでよ、悔しいって言われるの嫌だわ、歯がゆいとかもどかしかったって。いやでもすごい、次はそのなんとなく、うん、なんとなくその、いやでも嬉しかったですね、うん、本当に来てくださって ね本当に、いや本当にさ、うん、でさ、まあ次の日ね、うん、休みだったじゃんか、はい、ね、それで俺久しぶりにさ、うん、あのまた申し訳ないんだけど歯の話で、おお、うん、好きね歯の話、好きだからしてるわけじゃないんだけどね、別に、うん、歯が好きだからやってるわけじゃない、歯がツボだもんね、だってもう何年歯の話してるんだって。いや本当に 3年くらい歯の話してるよ、うん、前のビルだった時からしてんだけど、ね、ほんまに、うん、広島の生放送の時もしてるし、東銀座の時も広島でも歯の話してるんだけど、うん、そうだよ、うん、あの久々に行って、うん、歯医者行ってね、うん、でまあ治療してもらったんだけど、うん、まあ、これまでは結構そのなんだろう、歯周病の検査というか、うん、歯周病のそのまああのまあクリーニング、うん、歯をクリーニングしてもらってて、うん、でそれでまあそれが一旦終えて、うん、こっからまたあの治療が必要なとこ見ていきましょうみたいな感じで、はいはいはい、もう一回チェックしましょうみたいな、うん、もう一回精密にチェックしましょうみたいな感じになって、そしたらさ、あのこれはちょっとみたいな、うん、抜かなきゃいけない歯あるかもしれないです、ね、みたいな感じになっちゃって、歯抜くの、歯抜くのよ、親知らず、親知らずのところがちょっと虫歯になってるから磨きにくくなってみたいな、奥の方が2本抜きましょうって言われて、マジで、そうで、でずっと見てて、虫歯もありますねって言われて、親知らずじゃなくて、じゃなくて、うん、うん、虫歯がこれ、ここが結構そうですね、まあこれはいいんですけどちょっとこれがちょっと根の深いやつなんでみたいな、うん、そういうのがさ、治療が必要な歯がさ、うん、7本あってさ、はマジで、はえマジで、えかや、うん、7本な、え7本虫歯お前終わってんね俺の口の中不思議だよな、歯を言ってくれ、いやなんか本当に、うん、お笑いコンビって絶対どっちかが歯なくなってくるなんで本当にさ、なんでそんなことになるわけ、お笑い芸人って、で抜かなきゃいけない歯が2本でしょ、うん、で治療しなきゃいけない歯が7本でしょ、うん、もう最悪のくしくもなんだけど、うん、単独でやったネタと同じ本数俺歯治療しないといけないの、なんかそれ気づいた時さ、うん、
いらねえなと思って。8だよ。え、単独でやったの8ネタで。あれ単独でやったの8ネタだっけ。こわっ。あれこわっ。あれ1本忘れてる。あれ1枚足りない。お岩さんみたいなことすんな。1本足りない裏飯屋じゃないんだよ。あのくしくにしたくてちょっと1本多く言ってた。落ちつけるためにお前バレバレの嘘ついたよ。お前バレるぞ。お前そんなこと繰り返してたら。お前そんなことお前飲み会で繰り返すなよ。失敗した。アンケートにそんなん書くなよ。いやこれぴったり一緒だと思ったらもうその記憶でとどめちゃってたんだよね。すっご一本やってないことにしたじゃん。怖え。一本やってないことになってるじゃん。一本多くやったことにしてるんだよね多分。な2本と7本だから9本。あ9本。そうそう9本9本だと思ってた。9本だと思ってた。じゃあ9って1回言わないと。いや今その普通の今ダメ出し、今普通のダメ出ししました今。ごめんなさい今普通のダメ出し。じゃあ一回みんなの前で9って言っとかないと分かんないだろ。いいだろ別に7と2しか出てきてないんだから。今何の本数を言ってるのか分かんなくなっちゃう。 YouTube だから歯は9でネタが9本だったからって言うんだったら分かるんだろ。いいんだよ組んでくれんだよ絶対。いやかやが数字出した時絶対間違うじゃん。何なの、かや数字出した時絶対間違うよ。今度からちゃんと数字扱う話の時筆算してくる。2たす7でも筆算してくる。お前指で数えてる芸人いるのか。お前トーク中に、トーク中にちゃんと筆算してきます。本当にもう口の中がね。あそうなの、9本直さなきゃいけない。そうそう、やばいじゃん。これからね、うん、そう、だからその歯医者の先生もね、うん、そのなんか多分言ってないんだけど分かってくれるから、うん、分かってくれてるから多分俺の職業のこと、うん、え何を多分芸人やってるみたいなこと。えなんで分かってくれてるの。やっぱり顔腫れるんでね、ちょっとやっぱりそこら辺のスケジュール立てないと、まあ、お忙しいと思いますし、うん、まあ職業柄ねみたいなこと言われたから。えだからさめっちゃ恥ずかしいのよ、うん、本当に今までそのなんだろう7本虫歯がある男、うん、とは自分はちょっと思ってなくて、うん、歯医者さんにも接したし、うん、その歯科衛生士さんにも、あー、なるほどね、紳士的に接してるから、うん、これまでね、うん、ありがとうございますみたいな、なんかより丁寧にちょっとやってたのよ歯医者お世話になってます。でその時はまだ俺は虫歯が7本あるって分かってなかったからさ、すっげえフラッシュバックしてさ、俺のそのなんか丁寧なやり取りみたいなのが、うん、ありがとうございます、あスケジュールこちらなんですけどみたいな丁寧な言葉遣いがさ、虫歯7本あるやつがさそんな丁寧な言葉遣い使っててもさ、うん、嘘じゃんなんか。いや俺はそういうところをモチーフに、うん、今回の単独の1本目書いてるから、あったよね。彼のそういうところをモチーフにほんまそうだったなって書いてるか。そう、うわ字でやってるわと思って。字だね本当に。いや恐ろしかったです。いや本当にマジで綺麗にしてね、はい、本当に。綺麗にします。お願いします。ここからね、歯大事だから。大工事しますので、うん、お願いします、はい。よろしくお願いします。加賀のするな YouTube でした、はい。ありがとうございました。